グロソットは、イタリア共和国ロンバルディア州、ソンドリオ県にある、人口約1600人の基礎自治体、ソンドリオ県北東部に位置する。ティラーノから北東へ1 0トルボルミオから南南西へ2トル県とソンドリオから東北東へ3 2トル州とミラノから北東へ1 2 3トルの距離にある。隣接コムーネ隣接するコムーネは、 以下の通り。BS はブレシア県所属。CH はスイス領で CH グレーンはグラウビュンデン州所属を示す。イタリアの地震リスク階級では3に分類される。広域行政組織である山岳部共同体バルテッリーナ・ディティラーの山岳部共同体を構成するコムーネの一つである。グロソットには以下の分離集落がある。C アモデスとピアッツァ、 プラダ、ロンケール、サンマルティーノ、サンセバスティアーノアルパピアナ、デベレ、フレジニーインアルペジオ。ありがとうございます。